はい、こんにちは、ゴッド&通信の関野です。今回は顎のセルフケアで顎関節症、首こり、肩こり、自律神経のトラブルを解消する動画となっております。今日の動画はセルフケアシリーズです。顎に力が入って口が開きにくい人だったり、慢性的な首こり肩こりで悩んでいる人だったり、睡眠障害などの自律神経トラブルに悩んでいる人、こんな人におすすめのセルフケアとなっております。簡単にできるやり方なので動画を最後まで見て真似してみてください。それでは顎のセルフケアのスタートです。はい、まずですね、簡単に今回のセルフケアを解説します。今回のセルフケアでアプローチする場所は顎です。顎ってものすごく大事な場所なんですよ。口を開けると痛い、口が開けづらいなどの顎関節症に影響するのはもちろんですが、ずーって顎に力が入ると首や肩にも力が入って肩こりや首こりにもつながってしまいます。他にも顎に力が入ると頭周りの筋肉も硬くなるので、頭の循環が悪くなるので眠れなかったりとか疲れが取れなかったりとか、まあ、そういった睡眠障害につながります。実は人の体において顎はすごく重要な場所なんです。顎を制する者は体を制すと言っても過言ではありません。そんなわけでこの後のセルフケアもぜひ実践してみてください。それではやり方を紹介していきます。はい、それではですね、顎のセルフケアのやり方を紹介していきます。まあビフォーアフター見るのであれば、まあ、口の開けやすさね、開けやはかり、あとは、まあ、首の動きとか肩の動きも変わる人もいます。まあ顎に問題があって首肩にね影響出てる人もいますので、顎やって変わる可能性もありますのでね、首こり肩こりの人もぜひやっていただきたいなと思います。はい、そしてですね、実際のやり方になるんですけれども、両手をですね顎に添えてください。で、この母指球ですね、親指のこのプニプニしたところ、プニプニしたところを顎に当てていきます。はい、でこのまま顎を操作していくんですけれども、片側ずつやった方が分かりやすいと思います。で片側ずつやっていくんですけれども、この時のポイントとしては反対側の手も添えといてください。反対側の手を添えて、まあ、両手を添えたまま片方の顎を操作していくというやり方になります。ちょっとね、僕の顔で一回やってみましょうか。まず両手を添えます。ちょっと右から行くね。で、まず一つ目なんですけれども、ワンステップ目、上と下、はい、上と、大げさにやります、上と下に下げてみてください。上と下でどっちの方に行きにくいかということをまずチェックします。上と下、はい、どっちの方に行きにくいでしょうかということです。で僕の場合は下に行きにくいので、下に、そのまま固定をします。で固定をしたまま、はい、下に下げたまま、いや行きにくい方にキープしたまま、はい、今度は前と後ろです。前後ろで動かしてみてください。なので僕の場合はまず下に下げたまま前と後ろの方に動かしていきます。でこれもまたどっちが行きにくいかなっていうところを見てください。で僕の場合は前に行きにくいです。前に行きにくいので下と前にこのままずらしたままキープをしていきます。でこのままキープして大体30秒ぐらいキープしていただければいいと思います。はい、分かる人はね、この周りの筋肉だとか皮膚が緩んでくる感覚があれば OK、はい、分からなければ30秒ぐらいキープしてみてください。でやってる時はですね、口を軽く半開きにしてあげるといいと思います。はい、歯と歯がくっついている状態になると顎に力が入っている状態になりますので、顎に力を抜けたまま抜いたままやっていただきたいので、口を半開きにしてやってみてください。こんな感じで僕みたいに喋っちゃダメですからね。喋っちゃうと顎に力が入ってしまいますので、喋らずに口を半開きにしたままキープをしてあげるということです。はい、まあ、時間が経ったのと、あとは僕でこれ抜けた感じがあるので OK とさせていただきます。はい、でこれでもう一回チェックしてみてください。上と下、さっきよりも下に行きやすくなってれば OK、 行きにくい方が行きやすくなってれば OK ということですね。で今度は、前と後ろ、はい、前にも行きやすくなっているので OK ですということです。ではそのまま反対側をやっていきます。はい、で、もう一度やり方を説明していきます。また両手を母指球、両手の母指球を顎に添えます。添えて今度左ですね、行くんですけれども、上下でチェックしてみてください。これもまた僕下の方に行きにくいので下の方にキープします。でこれをキープしたまま今度前と後ろ、行きにくい方をチェックしてください。今度僕左の場合は後ろの方に行きにくいです。なので下に下げたまま後ろの方でテンションを取ります。はい、でこのままキープしてあげてください。
で、この時右手も添えててくださいね。添えてるだけでいいですから、右手は添えるだけ。はい、どっかで聞いたことあるセリフですね。はい、このままですね、キープしてあげて、まあ、30秒ぐらい待ってあげる、もしくはですね、この皮膚とか筋肉が動きやすくなってれば OK だよということです。で、分かんなければ本当時間で大丈夫ですからね。時間で大丈夫です。実はこう喋ってる間もね、僕下に下げて後ろの方に引っ張ってるんですけども、だんだんと後ろの方に行くようになってるので、これで OK とさせていただきます。はい、これでもう一回チェックをしていきましょう。上下下げてもらって、あ、下の方が全然行きやすくなってますね。今度は前後ろ、はい、前後ろ同じように動くようになってるので、これで OK です。これでですね、顎周りの筋肉が調整されて、この顎関節のところが正常化されている状態。この状態でもう一回口を開けたりとか、あとは首を動かしたりとか、肩を上げくるね、肩を動かして上がるようになっていれば OK だよということです。はい、で、まあ、口が開けやすくなるっていうのはね、だいぶ変わってくると思うんですけれども、まあ、首とか肩に関してはね、顎の問題で首肩に影響が出てなければ変わらないので、まあ、その辺はですね、他のゴッドハンド通信の動画を見ていただきたいなというふうに思っています。で、顎に関して本当にですね、問題がある患者さんめっちゃ多いです。僕現場で必ずね、頭とか顎触らせてもらうんですけれども、顎ガチガチな人めっちゃ多いんですよ。で、そういう人大体ですね、寝ても疲れが取れないとか、途中で目が覚めちゃうとか、寝つきが悪いだとか、まあ、そういった睡眠障害みたいなものを抱えている人が多いです。はい、なので、顎を緩めることによって、そういった症状を改善している人も多くいらっしゃいますので、自分でもできるやり方にはなりますので、本当に顎ってめっちゃ大事です。で、自分では気づいてないと思うんですよ。これセルフケアの動画なので。気づいてないと思うんですけれども、ほとんどの人は顎問題ありますから、はい、顎問題あるので、とりあえずやっていただきたいなというふうに思っております。はい、そんなわけで今回の動画は以上になります。今回の動画が役に立ったという方は高評価ボタン押していただきたいのと、質問やリクエストがあればコメント欄に記入をお願いいたします。で、チャンネル登録まだの方はチャンネル登録もお願いいたしますね。はい、それでは今回の動画は以上になります。最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。